皆さんおはようございます。私が磯です。これですよね。はい、70歳になりました。66歳の時にね、外国大学行きまして英語の勉強会しまして、69歳で研究合格、それから現在70歳になって、英語系 YouTuber で皆さんと一緒に英語力アップということで、この動画は私の社会貢献で作ってます。ボランティアですね。別にそのビジネス目的とかそういうんじゃないです。で、まあ、幸いそういうことでね、多くのボランティアの方が協力されて、いろんなこう企画ができるようになってきましたということで、この動画以外にやってることはたくさんあるんですけども、まあ、それに参加されたいということでしたら、この動画登録とメルマガ登録ですねをしていただきましたら、いろいろやってる Zoom の会議でやってるんですけども、 Zoom を使ってやってますけれども、そこへ入る入室のコードを送りますので、OK ということで、もうメルマガ登録したら自動的に会員ということなんですよね。勝手に会員って私が言うんでるんですけど、もちろん会則もなければ会費もありません。嫌になったらもうそのまま来なければいいという、それだけのことですので、気楽なもんですね。はい、で、今日は何の話ということで、まあ、いくつか、このチャンネルの説明といろんなことをやりたいと思っております。まずね、最初、いつも言ってるんですけど、まあ、私、66歳で外国大学行きました。で、まあ、そんな年で大学行ってどうなのよという意見というか質問来るんだよね。中には、私と同じように定年退職して暇だから大学行ってみたいっていう人もおられますのでね、私の場合、ちょっと簡単にだけ言っておきますと、まあ、私もね、60歳で定年退職しまして、年金暮らしになって、毎日遊んどったんですよね。で、毎日暇やったしね、毎日が日曜日の人間やったんで、まあ、たまたま知り合いのご婦人が、そこの外、この私の家の近所、15分ぐらい、自転車でね、15分ぐらいのところにあるんですよ、外国大学が。そこ卒業、その人も社会人枠で卒業された方で、まあ私と同じような年齢の方ですね。行って面白かったし、あんた毎日遊んでやって行ってみたらどうなんって言われて、あ、その面白そうやな、ね、行ってみたらええと、って、そう、極めて軽い気持ちで行きました。でね、まあ行く頃にはまあ外国語大学だし、きっちり英語勉強しようと思って行きました。まあ行った時はね、多分英検で言ったら多分2級ぐらいのレベルはあったのかもしれないね。まあよくわかんない。だけどそんな程度でしょ、まあ、大したことじゃなかった。それで行ったんですけども、まあ最初はね、66歳で、まあ、18歳で、で、外国だよけど、女の子多いからね、自分の娘より年の若い、こう、娘さんたちに囲まれて、教室によってどうなるんだろうかなと思ったんですけど、意外にそんな、例えば毛嫌いされるとか、摩擦とかそういうのはなくって、まあ、向こうから見たらね、自分の父親より年配やから、結構親切にしてもらいまして、まあ、だから、まあ、例えば、校内でようわからんなって思ってたりしたら、声かけていただいて、教えてもらうとか、そういうことがありましたよね。だから、いわゆるその年齢ギャップとか、いわゆるつまはじきになるとか、そういうのはないですね。むしろ逆に、まあ、結構親切にしてもらってありがたかったですね、ということがありました。ですから、まあ、あとはそんなに抵抗はなかったですね。ちなみに私の場合は英検1級以上になるというのを自分の目標に立てていきました。ですからもう毎日明けても暮れても英語勉強に、没頭しておりました。まあ、ただね、ああいう、まあ、はっきり言ってエフランク大学の場合はね、あんまり勉強する子はいないんだよね。あんまりいないね。非常に少ないね。ほとんどはまあ遊びがてら来てるという人たちが大半ですから、まあ、そういうような状況の中で、私一人やっておりました。まあ、設備もいいしね、先生方も非常に熱心ですしね、私なんか目を聞きに行ったら、本当にこう、親切にされて、大変良かったです。ただね、ちょっとまあ、その辺の、この学生のね、そのレベルでちょっとね、ちょっとこう不満足なところがあるんですけれども、それ以外は別に全然何も問題なかったですね。というか、むしろそういうところの方が設備が余ってる、みんな勉強しないからだからそういう良さはありましたね。うん、でもまあまあ、もし人から聞かれたらね、やっぱりちゃんとした真っ当な大学行かれた方がいいだろうというふうには思います。まあ、しかし近くにあったら、Fランク大学でも使い方次第によっては OK ということですね。
それで、まあ、私自身は69歳の時に検疫9も合格しましたので、もうその時点で、中退しました。だってね、もったいないもんね、授業料ね、うん、だからもうそれでやめて、だから私の最終学歴は、短期大学中退とこういうものでございますね。まあしかしそこにそんな学歴とかそういうのは私全然関心のない人間なんでどうでもいいんですね。はい、でまあその時ね、初めて私これ買いました。はい、66歳の時ね、だってこれ買ってかないと他の学生との間で連絡とか何もできなくなっちゃいますからね。でそれでまあこんなもんいじるようになりましたね。はい、まあそんなちょっと雑談っぽくなりましたけど、そういう風にして、勉強しました。勉強の方はね、私は結構ね、単位なんかあんまりちょっとしか取らなかったから、存分に図書館を利用して、ほとんどもう9時からだいたい4時頃まではいつもこう図書館で詰めて勉強しました。さすがにね、日曜日は休みでやってないので行けなかったですけども、土曜日ももちろん行きました。ちなみに日曜日はどうしたかというと、近くの図書館へ行きまして、図書館で自習室を借り切ってずっと勉強し続けました。もちろん冬休みとか夏休みとかそれももう毎日、通いました。幸いね、ああいう大学では来ないんだよな、そんなことするやつほとんどいないから。だからもうガラス式の大学で私一人で図書館独占して勉強できるというのはかなりの快感でした。それと、まあ、そんな風にしてやったからね、まあ、十分突破できましたけども、だから、で、まあ、ここの、チャンネルのちょっと紹介ですけれども、まあ、この動画以外ね、やってるのは、ズーム会議の隔週で日曜日にやってます。それと、ズーム飲み会のは隔週で土曜日で、夜やっております。だから交互にね、やるということで土曜日曜土曜日曜という感じでやってます。で月1回初心者会というのをやってまして、なかなかね初心者の方がこう入りにくいということで、初心者だけの、日っていうのを決めて Zoom でいろいろ相談に乗るということをやっております。ただね、意外に初心者の方来る人少ないんだよね。で来てもうあんまり続かないですよね。結果としてZoom 会議とかいろんな出てこられる方っていうのは大体1級準1級レベルの方が、まあ2級まで含めてそれぐらいの方が多くなってしまっているという実情がありますね。もちろん初心者の方が来ていただいて全く何の問題もないんだけれども、どういうもんかあんまり来られないですね。来られる方言ってますけども非常に数が少ないという現実がありますね。なんか遠慮するのかなまあそんな感じがあるのかなと思います。それとあともう一個、最近強力にやってますのが英作文特訓というのをやっておりまして、これはね定員20名でやってて、もう定員はもうオーバーというかもう満タンなので、オブザーバー参加しかできませんが、やっております。で、これは週1回、こう、作文提出して、まあ、テーマ200個ぐらいありますのでね、それのテーマに沿って、大体、英検1級及び準1級の英作文に準ずる形でやってます。まあ、指導されてるのは、ドクター・ケープというね、英語の、まあ、超絶うまい方がやっておられまして、ちゃんと模範解答も示しておられますので非常にこう参考になります。で会員間での交流で英作文の添削の試合もやってます。で、まあ、私も当然いくつもの、まあ、そういう1級準1級受ける方の英作文の添削もしてるんですけども、そこでね感じたことはね、どうしてもね、なんかこう難しく言おうとしてるんですよね。もっと簡単にすっきり言えるのに、なんでこんなにわざわざこの遠回りするようなことばっかり書くのかなと思って、もっとこうズバズバズバッと言うのが英語ですから、ね、簡単にズバズバズバッと言える方法を取っていただきたいですよね。それが一つと、あと、理由1と理由2、理由3と、まああるんですけども、理由1と2がなんかよう似てる、独立してないね。理由2が理由1のちょっと言い換えただけ、プラスおまけ情報を足して理由2になってると、これはダメですよね。理由1、2、3はそれぞれ別個のものにしなきゃいけないですよね。で、論理展開もきっちりしていくという、その辺が必要だと思いますね。で、ただね、何回かやってると、やっぱりかなり上達してきます。それは、添削してて非常によくわかるんですよね。これ始まってからこう、何ヶ月か経ちますとね、やっぱり皆さんのレベルってのはどんどん上がってきてるっていうのはよくわかりますよね。ですから今回、10月にあった試験ではね、あんまり合格者
少なかったんですけれども、来年の1月にある英検試験ですよね。これだったらおそらくね、1級で数名合格で、準1級はかなり、2級もという感じで合格される方かなり出るだろうなという感じのレベルにまで上がってきてますね。それははっきり分かります。ですからやっぱり練習したらかなりのレベルまでいけるということで、まあ私の時なんかね、こんな便利なものなかったからね、仕方がないから、いわゆる写経をやりましてね、模範解答を書き写して、200台ぐらい やったよね、やったりして、そんなことしてましたけど、やっぱりあれって周りくどかったよね。やっぱり今のこの、ここの英作文の特訓に入ってましたら、全然スピードが違いますよね。学習スピードがね。その点ではものすごくね、今のこの提供してるサービスってすごいなって自分でやってて思うんですよね。はい、もし私の試験の時にそんなのあったらね、もっと早く一級になれたんだけど。で、まあ、今は逆にこういうサービスを提供する側になったんでね、大いに利用していただけたら、いいと思います。それがね、一個で、それとあと、最近プライバシーに関する、ちょっとテーマが出て、その英作文を YouTube なんかにアップされてる方なんかがいてたんですけども、まあ、それ、まあまあまあ、試験としてはね、高得点、ほとんど満点に近いような点数取ってられて、まあ、それでいいんですけれども、ただね、ちょっと一般常識といいますか、プライバシーの概念ということから比べますとね、見ると、あれはもう、はっきり言って50点ぐらいしか点数やれないですよね。ただし、英検の試験としてはもう満点近いレベルだと思います。それはね、そう思いますけども、なぜ50点しかやれないかというと、あれ基本的に分かってないんですよ、プライバシーという概念がね。だから、半分しか点数上げれないんだよね。なんで、あんな決定のこと書くのかと言ったら、最近の若い人って、プライバシーというものと、個人情報とをもうごっちゃにしちゃってるんですよね。っていうか、プライバシーイコール個人情報だと思い込んでるんですよ。それでああいう決定な、半分、50% ぐらいの内容のものしか書けなくなっちゃってるんですよね。で、プライバシーっていうのはもともと、まあもちろん西洋で出来上がってきた概念なんですけども、これは自分の生活に、例えば権力が介入してこない、自分の生活は自分で守る、誰からも干渉を受けないという、この権利のことがプライバシーというわけなんですよね。で、これはもう守られるために、既存の法律ってちゃんと出来上がってますよね。例えば、あなたの家に警察がバーッと歩いて、何の理由もなく入ってきて、机の引き出し開けるとか、そういうことはできないんですよね、法律によってね。ちゃんと守られてるんですよね。もちろん家宅捜査の令状を取ってきた場合はそれはできるんですけども、そういうふうにして、個人の生活を権力が脅かすことができないという、この概念がプライバシーなんですよね。で、たまたま今は、情報化時代ですから、個人の情報もその中に含まれてきてるという、それだけのことですよね。で、ところが今の若い人って、初めからそういう歴史的経緯知らないで、個人情報イコールプライバシーだと思い込んじゃってるわけね。自分にとってのプライバシーって個人情報のことだと勘違いしてるんですよね。そうじゃないんですよね。自分の私的生活、私的空間が守られるという、それがプライバシーの意味だということですね。ですから、個人情報っていうのはその中の一セグメントでしかないということですから、そこからきっちりと概要を取って、じゃあどうなのかっていうことを書かなきゃいけないですよね。一般常識としましてはね。でも、まあ、試験でしたらそんなことは問われないですから、ね、英検の試験っていうのはただ単に、英語の運用能力を問うておるだけですから、特にその概念上の間違いが半分あったとしても、それは全然関係ないですね。英語能力だけを見るだけですから、ただし一般論としては、ま、半分しか点数は上げられないということですね。まあ、それが、プライバシーに関してちょっと最近、出てたので、非常に気になったことだったので、言うときたかったんですよね。まあ、そんなことがありますけれども、まあ、今後とも、そうだ、今度のね、土曜日はちょうど飲み会になってまして、しかも今回からちょっと新しい企画をやってるんですよね。それ何かというと、今までね、午後6時から深夜12時までということで、6時間という長い時間やってて、お前ら6時間も何やってんねん。
言う人もいるらしいんだよね。ただね、その6時間で取ってあるっていうのはちょっと別の意味があって、それは何かというと、あの人によってね、自由に参加できる時間帯って違うんですよ。あの浅い時間帯6時から8時ぐらいがあの自由時間でいけるんだという人もおれば、家庭の主婦なんかでね、9時過ぎにじゃないと家のごちゃごちゃ片付かないから9時過ぎだったら参加できるよっていう人がいるよね。そういう人のためにはもうちょっと時間長くしておると。それともう一つはね、海外からの参加も結構あるんですよ。そのために時間差っていうのを考えなきゃいけないんですよね。ですから日曜日にやるあのズーム会議っていうのは午後1時から3時まで取ってあって、で土曜日にやるズーム飲み会は午後6時から12時まで取ってあるので、かなりの時間差を置いてますので、どの時間帯でも入ってくれるという、そういう意味合いもあって、わざとこういう時間帯の長さを取ってるんですよね。まあもちろんそれと、もう一個はね、私、ズーム会議でやってみて分かったんですけども、2時間っていうのはね、やっぱり短すぎるんですよね。なかなかこう、わーっと議論が白熱してきたら、2時間ではもう収拾つかなくなるからね、それでかなり長く取ってやるということです。で、まあそれは1点あって、それでまあそれを利用して、今度はあの、英語のルームを作ると。で、なかなかね、英語でこう発言する機会って少ないですから、通常の会議っていうのはほとんど日本語的にはやってるわけですからね、英語で発言する機会を作ろうということで、あのズーム飲み会の時にもう一個別部屋を作って、別部屋ではあの英語でスピーチとか、あるいは議論とか、あるいはあの何らかのトークができるという、そういうのをこの次の土曜日から始めようということで、今企画を練ってやってます。ただね、これもね、あの初めからそんなにうまくいくかどうか分かんないけども、いろいろやりながらこの形を整えていきたいと思います。あの現に英作文のこの特訓でも、ね、最初始めた頃からだいぶこういる幅が広がって、ああでもないこうでもないって言いながらスタイルが決まっていって、おかげで3でかなりの効果が出るようになってきてましたけど、やっぱりそれに時間かかるんですよね。またどういう風になっていくかも分からないので、この、ズーム飲み会の方での英語ルームっていうのはどういう形で運営するのかということは、まあ、手探りでやっていって、それなりに、まあ、もうちょっとね時間かけていったらいいものに仕上がっていくだろうとは思います。まあ、それが今までいろいろやってきた経験上分かってきたことなんですよね。で、まあ、全部、まあ、私奈良たちとか他の人たち あのボランティアの方の協力で出来上がってますので、まあ、ぜひご覧くださいということで、よければいいねをつけていただきまして、動画登録なんかしていただきで、そしたらこちらも入ってこれますよということです。まあ、今日天気良くなりましたので、今日もまた頑張っていきましょう。